光と闇の分離。創世記は古代ヘブライ語によって記されたユダヤ教、キリスト教の聖典で、キリスト教の経典である聖書の最初の書であり、聖典の一つである。写本が現存しており、モーセが著述したとされている。いわゆるモーセ語書はユダヤ教においてはトーラーと呼ばれている。創世記はヘブライ語では冒頭の言葉を取ってと呼ばれており、これは はじめに、を意味する。また、ギリシア語の七十人分けでは、二章四節からとってガンマニューイプシロンシグマイオタ、と呼ばれており、起源、誕生、創生、原因、開始、始まり、根源の意である。内容は、天地創造と現初の人類、イスラエルの大祖たち、ヨセフ物語の大きく三つに分けることができる。天地創造と現所の人類大祖たちの物語、 ヨセフの物語ユダヤ人の歴史の物語は、聖書で、創世記の次に置かれている、デイジプト記へ続いていく。神話風の原書詞、フソの物語、ヨセフ物語の三つの部分からなるが、これらはもともとは別の物語であり、成立過程の異なった物語を、連続する物語としても読めるように編集したもので、ある。創世記を含むモセ書が、 現在の形に編集された時期は、紀元前550年前後のバビロニア補修期とされる。原書史に見られる大きな特徴としては、叙述の重複として同じことについて二度、それも違ったことが語られている箇所が多く見られることである。このことに言及した解説では、その例として、ノアの箱舟に乗り込む命令が2回なされるところでは、 動物の数を種類ごとに分けて入れよという命令と種類の区別なく入れよという命令が2回なされていることが挙げられている。これは現在の形に編集するときに内容の似た別個の2つの話があり、それらを組み合わせて1つの話に編集したためであるとされている。また神の呼称にもヤハウェとエロヒムの2つがあり、それらが 理由もなく交代して現れてくることも、内容の似た、別個の二つの話を組み合わせて一つの話に、編集したためであるとされている。ヤハウェの故障を用いる文書については、古いものでは、全十世紀に成立したと考えられている。ありがとうございます。